こんにちは。膣の取説を書いた原田純です。いよいよ年末になりました。この1年ご視聴くださって大変ありがとうございました。1年を振り返って、私がこのチャンネルを、この YouTube を通じてやりたいと思ってきたことは、いやらしくなく医学的でもなく、きちんとセックスのことや性のことを語れるようになりたいと思ってやってきました。最初は不慣れでいろいろうまくできなかったり、髪がボサボサだったり、洋服が変だったり、いろいろありましたけれど、少しずつ慣れてきたと思います。来年の予定ですが、膣の取説の漫画版を出すことになっています。それと、これは男性向けなんですけど、今仮のタイトルで正しいペニスの育て方という、ちょっと若い人向けの、若い男性向けの本ですけれども、それも刊行させていただく予定です。さらに続けて、膣の取説の第2弾ということで、まだ書き上がってないんですけれども、私も原稿を書いています。そういった、なんか性のことばっかりになっちゃって、ゴミ処分はどういう出版社になっちゃうのか、ちょっと不安ではあるんですけれども、そういう本も出して、もちろん別な違う本も出していきますけれども、出していきたいと思っていますので、皆さんもどうぞご期待ください。皆さんも引き続き来年もご視聴くださればありがたく思います。それでは皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。ありがとうございました。